東北食べ歩き。今回は2024年1月のまとめとして、1月に視聴回数の多かったお店5選を紹介します。それでは最後までご覧ください。1軒目は視聴回数6224回、岩手県盛岡市から奥能タンメン魚菓子専木店さんです。最初に当時のメニューをご覧ください。タンメン、海港タンメンやご飯物などいろいろありました。注文したのは海港タンメンです。具材はキャベツ、もやし、豚肉などものすごいボリュームですね。その上にカレー風味がする海港が盛り付けられています。スープは白濁した濃厚なタンメンスープで、極太の麺も食感が良かったです。全体的にボリューム感があり食べ応えがありました。こちらはシューマイセットです。肉がはみ出した巨大なシューマイ3個と半ライスでした。シューマイはボリューム感があり美味しかったですね。続いて2軒目は2ヶ月連続登場です。視聴回数9889回、岩手県盛岡市から中華そばの店たまるさんです。当時のメニューはご覧の通りです。たまる中華、青森煮干し、特選中華などいろいろ揃っていました。注文したのはたまる中華そばのワンタン麺並盛りに味玉トッピングです。具材はワンタン、厚めに切られたチャーシュー2枚、シナチク、海苔とトッピングの味玉です。スープはガラケーの旨味、甘みが感じられる良い風味の醤油味。麺は細麺と太麺から選べるので大好きな太麺にしています。丁寧な仕事が感じられる優しく美味しいラーメンですね。そしてこちらは青森煮干し中華そば並盛りです。えぐみのない煮干しの風味が美味しい一杯でした。さらにこちらはサイドメニューからたまる名物のぶっかけ飯でした。3軒目は視聴回数12,390回、岩手県盛岡市から中華そばムラーレさんです。こちらはラーメンとイタリアンのお店です。最初にメニューをご覧ください。中華そばに鶏中華、スパイス混ぜそばなどいろいろありました。注文したのは煮干し中華です。具材は太めのシナチク、チャーシュー、ナルト、海苔、ネギです。スープはえぐみのない風味の良い煮干し醤油味。麺は太縮れでもっちりつるんとして美味しかったです。癖のない煮干し風味に仕上がった美味しいラーメンでした。こちらはミニ丼です。だしカレー、かつお節と温玉、チャーシューと温玉の3種類から選べたのでかつお節と温玉にしました。4軒目は視聴回数13,348回、岩手県北上市から気晴らし食堂さんです。メニューは麺類から焼肉、ご飯類などいろいろありますが、格闘家藤原組長プロデュースの料理が有名ですね。注文したのは藤原組長プロデュースの組長ラーメンです。具材はキムチ、もやしなどの隠し野菜と豚肉などでした。スープは味噌ベースでしょうか、キムチと肉など具材の旨味を感じるピリ辛です。麺は中細ストレートでもっちり柔らかめです。食べ進むとじわじわ辛みと旨味が効いてくる美味しいラーメンですね。サービスにこのものがついていました。最後5軒目は視聴回数25,367回、岩手県盛岡市からベビーフェイスプラネッツ盛岡南店さんです。注文したのはお得なプレミアムセットから2名様向けのセットです。内容はドリンクバーといろいろ選べる4種類の料理、そしてオプションのデザートも追加しました。配膳されるまでドリンクバーのドリンクやスープを飲みながら待ちました。1品目はサラダ、冷菜ということで選んだのは生ハムと半熟卵のシーザーサラダです。2品目はアラカルト、ピザということでマルゲリータにしました。ピザ生地はパンのような食感でカリッと焼き上がっており結構大きかったですね。3品目はオムライスまたはピラフということで
ふわふわ帽子のオムライスです。見た目と違い、中のライスがぎっちり入っていて食べ応えがあり美味しかったですね。4品目はパスタということで、ベーコンとニンニク唐辛子のトマトソースでした。程よい辛さの効いたもっちり美味しいパスタでした。な、追加のデザートはいちごのパフェでした。全体的にボリューム感があり、料理もそれぞれ美味しいものばかりでした。以上、2024年1月のまとめとして、1月に視聴回数の多かったお店5選でした。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。